好きではないですが。いくよ。さあ、やっ。の、失礼。さて、さあ、違う。実は、の、おや。いや、説得は無理そうだ。行くよ。なかなか考えがいがある。炎よ、さあ、どうする。さて、どうしようか。使っておこう。なかなか本気を出そうか。やっ。使っておこう。私の。私の番。
っておこう。出そうか。炎よ燃えろ。よし、なかなか考えがいがある。やられるものか。さあ、どうで。やられるものか。使っておこう。なっ、うん、くよ。さて、やっ、うん、本気を出そうか。やっ、どうだ。おっ、いくよ、ここからよ。いい風吹いてる。さあ、どうする。なかなか考えがいがある。さあ、やられるものか。使っておこう。いくよ。いい風吹いてる。集中していこう。えい。さあ、ここからよ。いい風吹いてる。なかなか考えがいがない。やっ。いい風吹いてる。どうでる。集中していこう。さあ、ここからよ。さて、どうしよう。さて、どうしようか。使っておこう。さて、どうしようか。えっ。
な。さて、本気を出そうか。えい！さて、行くよ。さあ、なかなか考えがいがある。確かに。そして、サイラスさん。あ、ええ、まさか。ええ、これですね。ほう、サイラスさん。おや、サイラスさんをお連れいたしました。入りたまえ。ご苦労だった、ルシア君。
ご用件は何でしょうか。少なくともお褒めの言葉ではなさそうだな。サイラス君、私のもとへとある密告があった。密告ですか。君が教師という立場を利用し王女と男女の仲になっているとね。それで学長はその密告とやらを信じられたのですか。違うというのならそう言いたまえ。もちろん根も葉もないデタラメです。デタラメか。だがそうですかというわけにはいかなくてね。王族の醜聞など人々にとって格好の話の種だ。ましてや傷者になったかもしれない。メアリー王女のそんな悪評が立つなど絶対にあってはならないことだ。では学長、私の処遇はどうなさるおつもりですか。そこに苦慮しているのだよ。公に罰を与えるわけにもいくまい。噂を事実だと認めるようなものだからな。それでしたら追放はいかがでしょう。表向きは調査のため町を出たということにすれば。なるほど、それは妙案だ。どうだ、これなら君の名誉も守られる。名誉ね。不満かね。いえ、不満はありません。むしろいい機会だと思いまして。どういうことだサイラス君。言った通りです。実は興味を惹かれる謎がありまして、ここにいては調べることができないと考えていたんですよ。なので旅に出ようと思います。15年前に盗まれたという煉獄の書、その謎を追うのも悪くない。広めたい知識も伝えられないならこのままここにいても仕方ない。そうか。それで何を調べるつもりなのかね。とある本についてです。それでは旅の準備もありますので失礼いたします。サイラス、どこまでも読めない男だ。先生。おや、どうした、テレーズ君。先生が王立学院を去る、そうお聞きして。ああ、その通りだ。ごめんなさい。なるほど、噂の出所は君だったんだね。気づいてらしたのですか。いや、今の君の謝罪で気づいた。ただその理由がわからない。どうしてこんな真似をしたのかね。
先生はいつもメアリー殿下ばかり見ているでしょ。私だってもっと。それであの話を。はい、イボン学長に嘘をつきました。ただ少し困らせたかっただけで。それがまさかこんな大ごとに。本当にごめんなさい。君は気にしなくていい。ちょうど旅に出ようと思っていたからね。いつか外に出て学ぼうと思っていたのだ。今回の話はちょうどいい機会だっただけで。調べたいこともできたしね。だから君のせいではない。気にやまないで。それに私にも落ち度がある。君の気持ちに私が気づいてあげていれば。え、先生、それってまさか君がそんなにまで勉強熱心だったとは。え、私は君たちに平等に教えていた。そのつもりだった。だが殿下の熱意に応えたがために間違った印象を与えていたのだな。だとすれば確かに私が原因だ。もっと君の勉学への熱意をきちんと受け止めるべきだった。先生ってこう、実は鈍い方だったんですね。では行くよ。これからも勉学に励んでくれ。はい、また会えますか。生きてさえいればね。やあ。
ました。